ユミさんこんばんは、キイカさんこんばんは、アリエルさんこんばんは、アコアコさんや先生こんばんは、ヒロさんこんばんは、トシさんいつもありがとうございます、ジュミックさんこんばんは、これありがとうございます、キヨミさんこんばんは、キイカさん起きてる、ミシンしとるんかな。あ、ツツベルさんこんばんは、アスカさんこんばんは、他一人、あら、キヒカさん今日は目元がキヨミさんこんばんは、ミニクイオンさんこんばんは、サヤカさんこんばんは、なにこれ、チェリーボーイ、チェリーボーイさんこんばんは、まさきさんだよこんばんは、カズさんこんばんは、ツツベルさんミシンしながら聞いてます、わーありがとうございます、私は仕事から今帰ってきましたよ、そうキヒカさんが目元がとかすぐ今日眉毛もあるしね、そうアロコタンさんこんばんは、ありがとうございます、そう待ってたぜロコタンさんありがとうございます、今日は仕事に行って帰ってきてすぐライブなんかそう、なんでしょうね、ちょっとライブ配信にも慣れてきたというか最初からすっぴんですけど、なんか友達に電話する感覚で、それは良くないのか、でもそんな感覚ですよ、ありがとうございます、あ、今日まちこさんこんばんは、まはらさんこんばんは、ともともさんこんばんは、そうシャオチュンハーメロメロリ4956さんこんばんは、カピさんこんばんは、マダムさんこんばんは、マハラさんいつもありがとうございます、今日マチコさん今日はいろいろ教えていただいてありがとうございました、とんでもないね、素敵なマスク作ってくださいね、マハラさんありがとうございます、あやこさんこんばんは、中村愛さんこんばんは、そう今日はねキヒカさん鋭いよこの目元、そうあのねちょっとねリフレッシュも兼ねてじゃないですけど1時間だけ家を留守にさせてもらって、あの念願のというかいつもしてるんですが、ちょっとびっくりするがお休みしていた松江区をしてきましたよ、松江区最高、やっぱり松江区だよねっていう、そうそうそう、なんかなんかリフレッシュできたかなって思います、で何あやこはさん、ゆうさんこんばんは、ゆみさんこんばんは、藤本奈美さんこんばんは、りゅういちさん毎度、サロンマイルさんこんばんは、チャティアンフルジルルさんこんばんは、ミルキーさんこんばんはねえありがとうございます、毎晩ちょっと今日遅くなってしまいました、ごめんなさいね、仕事が終わって速攻ですけどちょっと遅いなと思いましたわ、トムトムさんリフレッシュ大切です、ありがとうございます、そう皆さんもねあまり根を詰めずに楽しみながら過ごしていただけたらなって思います、なんかでも私ありがたいことに自分がこのマスクを制作してこうやって皆さんに助けてください、作ってください、よかったら広めてくださいってお願いする日々になったこの10日間かな、私多分10日ぐらいなんですよ今これが、多分ね多分
10日、11日、そうなんですけど、なんかありがたいことに、ほんと日々勉強、日々経験、日々反省、日々成長させていただいてるなって思っていますよ。でもな、一人の力ではとてもできなかったことが、皆さんのおかげで、本当にありがたいなと思ってる日々を、こんなコロナの大変な時に、なんか感謝です、本当に。ゆうじさん、毎度始まってた。ちょっと遅かったです、今日。さやかさん、今私がライブ動画聞いてる横で、親がミシンでマスク作りしてます。うおー、すごい。素敵。お母さんかな？お父さんかな？よろしくお伝えください。さやかさんのお母さん、お父さん、ありがとうございます。あきさん、こんばんは。りゅうやーさん、こんばんは。マハロさん、ダブルガーゼ売っていないので、うちにある材料でちびっこ用を手縫いしましたよ。わー、ありがとうございます。ミシン壊れたって言ってたもんね、マハロさん。大丈夫かな？いい、家にあるもので、いいと思いますよ。大丈夫。中にちゃんと、マスクを入れて、使うでお願いしますね。リコさん、こんばんは。マスベルトギリオさん、こんばんは。京マチコさん、ペルトさんのおかげです。とんでもない、とんでもない。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当に、本当に感謝してますよ。そう。で、今日ね、何、さやかさん、自己流ですけどね、全然いい。全然いいよ、そんな。好きになるのが一番楽しいよ。ね。今日はね、私のすっごいもん、なんだろうな、子育てが始まって、もう10年ぐらいになるのかな。10年ぐらい仲良くずっとさせていただいてる一番の友達なんですけど、友達っていうか、育児の先輩というか、大好きなママ友が、なんかマスク作ろうと思ってるんだけどって、うちに訪ねてきてくれましたよ。 なんか嬉しいなと思って。そう、なんか、なんだろう、その友達が言うには、マスク結構買ってたつもりが、こう日々1枚、日々1枚、そしてまた1枚で、こうパラパラ使っていくうちに、なんかこれいつまでこのマスクが手に入らない状態が続くのかわからない。で、春からうちの上の子と同級生なんですけど、そう、新しい新学期が始まるのか始まらないのか、始まるとして、ほいでね、毎日学校にマスクをつけていく日々が始まると思うと、今のこのお休みの機会にパラ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 マスクを、使うのがちょっと抵抗出てきて、だけど、その、ちょっと5分出かけたとか、ちょっとスーパーにちょっとだけ買い物とかいうたびに、自分もこう、マスクをその都度都度使い捨てていくことに、ちょっと、もったいないなって思うようになってきたから、なんかそういうマスクを作ろうかなって、自分で作ってみようかなって思うんだけどって。そしたら私また、なんかちょっと押し付けがましくて申し訳ないけど、それだったらポケット付きのマスクで、それに紙マスクを入れて使うようにしようって言って、ちょっと押し付けがましかったですけど、で話すと、ああ、なるほど、そういうことか、みたいな。フェルトさんがなんかこう、なんか頑張ったのは分かったけど、やっと分かった、そういうことか、っていう感じで、そう、言ってくださって、そうそう、で、なんか型紙とか、なんか、作り方 作り方は
YouTube メンバーになったから YouTube 見てとか言って恥ずかしいんですけど、そうそう、あのね、頑張ってみるわって言って帰っていきましたよなんか久しぶりに友達に会えたっていうか、うん、なんかそういうのは嬉しいですね。ちょっとごめんなさいね。ボージャーさん、ハロー。カズミンさん、こんばんは。ワイゲン 71T さん、こんばんは。マハロさん、昨日は実家で80歳の母と7枚飲みました。わー、母の元気が出てきてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。いやーすごい、お母さん素敵。いや、私これ思うんだけど、あのおばあちゃんってやっぱお裁縫上手ですよ、本当に。でね、手縫いなの、なんか上手、うん、なんか素敵ですね、和原さんありがとうございます。こちらこそです。今日まちこさん、マスクあって当たり前でしたものね。そうなんですよね、今はなんかどこにもない。あ、お母さんミシンなんだ、和原さん。そっかそっか、素敵よ。7枚ってまあまあ大変ですよ。うん、すごいな、お母さんお元気ねえ。へい、MM メロンさん、こんばんは。そう、そんな風に友達もなんかこう、うん、マスク作ろうと思うんだけどって、うん、言ってきてくれるのはありがたいなと思ってね。そう、うん、絶対中に物を入れて使う布マスクっていうのをちゃんと伝えましたよそうでね、もう一つビッグニュースなんですけど、そう、今日まちこさん嬉しいんです。なんかもう、なんか私これプライベートもあのお仕事もお友達もなんか何もかもがしっちゃがめっちゃが取っ払って、いろんな方にこの顔面をこの顔面をあのご披露してるんですが、あの私知ってる人たちの壁を取っ払ってなんて言ってたけど、これなんか最近いろんな国の方にも見ていただいてるみたいで、あ、どういうことって思うんですけどね。だけどなんかありがたいなってこうね、いろんな方々がこうやってなんか頑張ってるじゃんとかって声くださる方もいらっしゃったりとか、頑張ってない頑張ってない頑張ってるのはね、皆さんのおかげですよ。皆さんの方が頑張ってらっしゃると思うし、うん、なんかあったかいなって思いますよ、本当に。みほこ千葉さん、こんばんは。森くまさん、こんばんは。遅くに見てくださってありがとうございますで、そう、なんか嬉しいことがあったんです今日ね。あのね、めっちゃ嬉しかった。さあ、その前にちょっと言わなきゃ。今日ね、無事に、あの、ラクマのご注文いただいた商品をすべて制作して、すべて発送がやっと完了しました。もう本当に遅くなってしまって、申し訳ございません。お待たせして、なんか本当にこれもほら、ポチった瞬間にもうドキドキワクワクしてくださってると思うのに、ね、4日かな、5日かな、お待たせしてしまいまして、やっと今日、皆様の方にあの発送がすべて完了いたしましたんで、そう、あのね、届くまで数日かかるかもしれないですけどね、ありがとうございました、お買い上げ。なんかね、あの詳しくは言えないんですけど、なんか楽馬の中もすごいあったかーいですよあの楽馬ってあの購入ボタンをポチッと押したらこう購入後の画面に進むんですけど、そこでね、こうコメントのやり取りができるんですよ。こう私はこのお子様のサイズを言ってくださいなんて言ってそこにサイズを書いていただいたりもするんですが、その他のコメントをあの買ってくださった方と私だけの世界でこうコメントのやり取りができるんですよ、ラクマ。あのメルカリもそうですけど、ラクマもね、そのコメントがなんかね、あったかい、あったかいんですよ、すごくなんかね、インスタいつも見てますって、頑張ってらっしゃいますねって言って、作ろうと思って
るんですけど、なんか型紙ダウンロードして材料も買い揃えて、お手本に1個だけ欲しいなと思ったんですとか、ありがたいとか、自分は紙マスクはまだそんなに切羽詰まってはいないので、俺は待ちますと、最後でいいから大変な人の分を先に作って送ってあげてくださいって、自分はもう最後でいいので待てるので、って言ってくださる方とか、慌てないでいいです、待ちますから、お体気をつけてくださいとかって言ってくださる方とか、なんたらあったかいんやろうと思って、ほんと、お客様からそんな言ってもらえるなんてね、ありがたいです、本当に。何？ちょっと待って、コメントが。そう、今日は嬉しい。お疲れ様です。言ってくれた。ありがとうございます。なんかね、バーッと発想が終えた瞬間になんかもう自分もほっとしました。なんか、やっとお届けできるまでに至ったと思って。ね、あとは無事にお手元に届くまで。どうかどうか無事にね、届きますようにっていう感じですね。あ、ナミさんこんばんは。サミラさん。ハロー。サミラデラン。キャプワさんこんばんは。あゆみたまきさんこんばんは。森熊さん、すごく綺麗なマスクお似合いですね。わー。恐れ多い。でもこのマスクは、なんか私はお気に入りですねよ。お気に入りですよとか言ってるのもなんか、不細工な顔してごめんなさいね。いやでも、これをね、これでできましたって皆様にお伝えするまでに、本当にいろんな試行錯誤を繰り返したり、うじ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 悩んで、こう、ちっちゃなことが気になって、一つ一つね、1ヶ月悩みました。1ヶ月いろんなとこを見てみたりとか、そうね、そんな風に言っていただいてありがとうございます。アトリエカバーブロスさんこんばんは。京マチコさん、すごく似合ってます。なんかマスク似合ってるって言われるのはどうなんだ、嬉しい。なんか褒められるのも嬉しい。これマスク取った瞬間、この視聴者の数がここに、この上に出てるんですけど、私の画面ではね、皆さんは出てるの？この視聴者の数が、私がマスクを取った瞬間に ゼロとかになったらウケるよね。事故もええとこやでみたいな。 ハンドメイドハグスマルさんこんばんは。 今日マツコさんなりません。いやいやいや、ケイコさんのスマホ壊れたん、きっと私の顔面の。 そう、でもなんか、ねえ、ありがたいです、本当に。そう、ほんでね、今日嬉しいことに、なんとね、香港の方からもご注文いただきました、マスク。香港の方から。いやー、すごくないですか？もうなんか、香港だよ。なんかすごいね。なんかすごいなと思いました。香港の方から、いつだったかな？なんかメッセージが来て、で、なんかあなたのそのマスクが買いたいんですけどって言ってくださって、って言って、ありがとうございますっていうやり取りを、させていただいて、ご注文をいただきました。本当にびっくりして、ありがとうございます、本当に。ねえ、なんか、でもね、香港の人はすごいなと思ったのが、っていうか、あの香港のこの意識の高い、意識高々な、香港
の方からご注文もらえるって、私これはちょっと本当に嬉しかったです。なんかそんなそんな、でもね、すごいなと思ったのが、あなたのこの私がつけてたこの黄色がすごく気に入ってくださったみたいで、あなたのつけてたその黄色いマスクが好きですって言ってくださって、これは1枚ご注文いただいたんですが、そう、その前に確認したいんですけどっていうメッセージが来て、なんだろうなと思ったら、このマスクはポケットがついていますか？で、その中に紙マスクを入れることができる構造になっていますか？っていうことをお客様から言われました。やっぱり違うなって思って、すごいなと思って、香港の方、てか香港の方というか、香港ではもうマスクはポケット付きが普通、てかポケットなしのマスクはおそらくあんまり使われてないような感じですわ、多分おそらく。なので、あなほら日本人が作ってるからね、あなたの作ってるマスク素敵ですけど、中にポケットついてますかって、マスク入れれますかっていう確認をしてくださって、私、ああ、そういうことかと思って、ちゃんと裏側のこの、そうそう、説明とかもちゃんとさせていただいて、すべての色柄にちゃんとマスクでポケットがついて、中に入れることができるようになっていますよって言ったら、ああ、よかったみたいな感じのお返事をいただいて、そうそうそう、すごいなと思って、やっぱりなんかそう、意識高めというか、意識高いなって。高いなって私が上から言ってるみたいですよね。違うな。いや、香港はでも本当にこういう感染予防に関する意識は本当に高いなって、私から見ればすごいな、素晴らしいなって学ばせてもらってる感じですね。そう。で、ここまで喋ってちょっとコメントを遡りますね。なになに？そんなことないです。龍一さん、ん？ちょっと待って、ホープスさんこんばんは、ロコタンさん爆笑、カイトシャンさんこんばんは、チュンジャンさんこんばんは、龍一さんそんなことないです、そんなことあるから、あるよ、清美さんこんばんは、何？視聴者数出てるの？ここ？こっち？こっち？そっかそっか、増えるんじゃないですか。いやいやいや、トゥーって落ちるよ、みんな。そっと閉じるわ。ああ、お金もう見たわ、っつって閉じるよ。リチさん、何？今日は眉も目も決まってます。ありがとうございます。あのね、仕事帰りに速攻ライブですわ。でもね、目はね、まつげはね、今日ちょっとまつエクしてきたんで、これ明日からすっぴんまつエクっていう、またよくわからん顔をご披露になりますよ。もうね、放送事故もええとこなんでね、もうどうでもいいですわ、私の顔面とかも、みんなちょっと画面見ずに話だけ聞いてくださって構いませんからね。ヨコさんこんばんは、ナミさんこんなに手作りマスクがブームになるって想定外です、びっくりです。あー、本当ですね。あー、そう言われてみればそうだ。ああ、そうかもしれない。確かに。でも、なんか私思うのは、こういうコロナでもない限り、ね、こんなにみんながマスクを欲しがって、こんなにみんながマスクを作るなんて、なかったと思う。なんかね、私ちょっとイメージが古くて、お恥ずかしいかな、お恥ずかしくないと思いたいけど、ほら、全然、うちのばあちゃんとか戦争の時の話とか結構するんですけど、子供はこういう防空頭巾、こういうかぶる防空頭巾を、子供はみんな一人一個かぶって、防空頭巾つけて、ね、空襲が来たら逃げたりしてたんだよっていうのを聞くと、その防空頭巾も手作りだったと思うんですよね。自分の命を守るものっていうこと。そういうのはどっかから買って仕入れてっていう便利な世の中ですけど、
やっぱり根源は自分の命を守るものは自分で作って自分で使う、この力は私身につけておいた方がいいんじゃないかなって、自分自身ももちろん含めてね、自分自身が、あと自分の子供たち、自分の命は自分で大切にするっていうこと、誰かが物とかそういうのを差し出してくれるから大切なのか、それはない大事ですけど、そうじゃなくて自分の命は自分で守る、大切にするっていう、これはちょっと学ぶいい機会になってるんじゃないかなって、うちの子はね、私もですけど、思いますね。なんかやっぱり人混みに入ったりとかすると私もちょっと怖いなって思うようになりましたし、でマスク大嫌いな私がこんなにマスクしてるのもなかなかないですわ。本当にマスクが嫌いなんで私、なんでそう、これもいい機会だなって私は思ってますよ。何、今日まちこさん香港の方からすごいですね。そうでしょう、嬉しい、めっちゃ嬉しかったです。マニカさんこんばんは。ナミさん、私不器用だけど頑張って作ってみますわ。ちょっとナミさん、自分で作った1個は本当に愛着ありますよ、と思います、私。ゆっくりでもできますから、ゆっくりゆっくり、チクチクでもダダダダでもいいからできたらいいかもしれないな。無理なくね。トムトムさん、お気に入りの生地やマスクゴムが生地屋さんから消えました。なんか今日も私マスクゴムがどこにもないっていうお話をたくさんいただいて、ほんとね、なんか街の手芸屋さんにはもう全然ないし、100円ショップ的なとこにももう全然ないんだけど、マスクゴムの代わりとかどこで仕入れたらいいですかとかっていう質問も結構いただくんですね。そうなの。やっぱ一般の人はね、なかなかそういうね、手芸店とかそういってね、手軽なところのお店から商品がないとなかなか仕入れるのが大変ですよね。マスクゴムはでもトムトムさん、私昨日もちょっとお話しさせていただいたんですけど、今いるかな、起きてるかな、ロコタンさんっていう方がマスクゴムを皆さんにたくさん仕入れたから譲りますみたいな感じで、最初は私に言ってきてくださって、フェルトさんマスクゴム大変だったら言ってくださいって、たくさんその業者さんというかそういうとこから仕入れることができたんできるんでできたんでっていうことでお声かけをくださって、昨日ライブでゴムがないっていう方にそのロコタンさんをご紹介させていただいたら、なんかつながってくださったみたいで、そうそう、でヨコタンさんもなんか快く、ぜひともお譲りしますっていう感じでおっしゃってくださって、これ私言ってもいいよって言ってくださってるので、ご紹介させてもらおうと思うんですが、ロコタンさんは、ROCOTAN6411 ロコタン6411のロコタンさんが、マスクゴムを1メートル、いるよって言ってた。 そう、ロコタンさん、マスクゴム1メートル80円。1メートル80円で送料がプラス100円。プラス100円っていうか、結局、郵送送料ね。封筒代とかそういう感じかな。プラス100円で、1メートル80円。送料がプラス100円。で、お好きなメートルで販売しますって言って、いらっしゃったんで、もしトムトムさんだけじゃなくて他にもしマスクゴム欲しいんですけどっていう方いらっしゃいましたら、ロコタンさんとかにちょっとね、マスクゴム欲しいんですけどって言ってみていただいてもどうかなって思ってますよ。よかったら快く、気のええ方ですわ、親切でね、いいと思います。ちょっと待って、コメントがむっちゃ流れててごめんなさい。とうとうさん、皆様どこで手に入れてるのかしら。そ
そう、ロコタンさんとかで手に入れてください。カオリンゴさん、こんばんは。京町子さん、フェルトさんのそのマスク、私も欲しいと思ってました。嬉しい。なんか、ぶっちゃけって言った言葉が悪いか。あのね、タイの人もね、あなたのつけてたこれがいいって言って、柄をたくさんお見せしても、あなたのつけてたこの黄色いこのマスクがすごく好きって言ってくださって、ありがたいことに、タイの方も香港の方もこれは一つ入れて、選んでくださってるんですよ。嬉しい。私の一発目のこの幸せの黄色いマスク。自分で言うとるわ。でも幸せの黄色いマスク、無地がいいとか白がいいっていう方が多いのは重々承知している中で、私があえてこの黄色い柄の入ったマスクを作ったのにもちゃんと気持ちと理由があるんですよ。 それをなんかいいって言っていただけるのは嬉しいですね。マハロさん、何？町の手芸店の無料型紙にはポケット付きはなかったので、フェルトさんの型紙は分かりやすいし素晴らしいですよ。わー、そんな風に言っていただいてありがとうございます。いや、でもね、だいたいポケットなしですよ、日本は。っていうのは、このポケットに何か物を入れるっていう風になったことが今までないから。だって日本のマスクはすごく世界でもレベルが高いらしい。だから、それが私たちはこんな50枚とか60枚入った箱が700円とか800円とかで買えてしまってたので、この布マスクにポケットに何か入れなきゃみたいな場面にさらされたことが多分一度もない、今まで。多分きっとなんか濡れマスク的な感じでここになんか入れたいとかはあるとは思うんですが、こんなにみんながみんな、なるほどポケット、なるほどここにフィルター、紙マスク、いるいるいるってなってってなったことがきっとないからね。私がすごいんじゃなくて、なんかこう世界の状況が違ってきたから、ニーズが変わるのかな、どうかな。2枚仕立てのマスクはセオリー、全然悪いものでもないし、あれはあれで私は素敵だと思ってますよ。なんか私がそこに感染予防効果が少しでも高まればいいなっていうことにちょっとこだわって付け加えたり、こう変えたりしてみたっていう、自分なりのね。そう、それにこうご理解賛同いただけてよかったなって、本当ありがたいなって思ってますよ。ぬぬさん、こんばんは。ミシンしてますか？フィフィハンドメイドバッグスさん、こんばんは。ナミさん、手作りマスク洗いやすいようにすっぴん始めました。おいで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 、すっぴんの方においで、ナミさん。 ミカさん、こんばんは。レイチェルさん、こんばんは。レイチェル、ハロー。Thank you for your order, mask. Rachel, thank you. どぜさい、どぜさい。ななみさん、こんばんは。何県に住んでいるんですか？誰がですか？私ですか？私は福井ですよ。そう、あまり個人情報はここでは言えないですけどね。ごめんなさいね。福井県に住んでますよ。ナミさん、そう、今回の経験で手作り大事分かりました。ああ、私も思いました。レッセルカミンさん、こんばんは。そう、ちょっと待って、みんなのコメントのスペースに全然ついてきてない。のりこさん、ヒロさん、こんばんは。ロコタンさん、テレビやないの？また。トムトムさん、ロコタンさん、ありがとうございます。のこたんさん、モデルがいいからじゃないの？また。けいこさんのスマホ壊れたでしょって。今日まちこさん、作ってくれますか？幸せの黄色いマスク。幸せの黄色いマスク作ってくれますかってどういうこと？きよみさん、モデルがいいんかな？いやいや、すっぴんです。今日はたまたま化粧ですけど、オーダーをいただいたときは、私、自分をたどってみたんですけど、すっぴんですわ。放送事故。ああ、つらみ。なんかあれかな、顔がゲテモノすぎてよく見えるっていう、これが。ここがやばすぎて、これを、
この範囲だけに収めてくれているこの黄色いマスク、お前グッジョブみたいな感じなんかな。 ゲロ開けて笑った。ナミさん幸せの黄色そう。ナミさん笑ってる。会社の人にすっぴんに自信について化粧しないのかと思ったって言われました。まさか、まさか大丈夫。でも私よりはマシだわ。私こんな今日は化粧してますけど、すっぴん私全世界にばらまいてるからね。ねえ、子供の先生とかも見てくださってるんですよ、先生。いやー、もうなんかはあはあです。 アギープスペイアギー、ハロー、ハローアギー、グッドイブニング、 Where are you from? I'm Japanese。 アスティさん、こんばんは。そう、そんな感じで香港からもご注文をいただきましたよ。あとね、そう、私昨日もなんか2本目にまで動画が行ってしまって60分で収められなかったので、2本目の方でお話ちょっとだけさせていただいたんですが、そう、ネットで販売されなくなったことで慌てふためいてはいないし焦ってもいないですよっていうお話なんですが、なぜかっていうと、やっぱり昨日も言ったんですけど、このね、ポケットの中に物を入れて使う布マスクっていう、このこれがネットだと伝わりにくい場合もあるのかなって思って、そう、ちょっと心配もう少しはあった。事実、これがこういうこだわりですよっていうね。そう、ただ私のその心配は最初から気をつけようと思ってたので、皆さんにね、販売キット、型紙と一緒にファイルに入ってるこの販売キット、この紙、これね、これも本当、これに、このタイプもこのタイプも全てに書いてある、この反転してますけど、このマスクは単体で使用することで感染予防効果を高めることはできません。感染予防効果を求める場合は、必ずポケットに紙マスクやフィルター機能のあるものを入れて使用してください。そう、これを必ず示してます。皆様にもこれでお願いしますっていうことでね、誰でも使えるようにしてるし、私もこういった商品にきちんと書いてます。これだけじゃダメ、中に物を入れて使う布マスクっていうこと、これはきちんと伝えて、使い方が分かっていただいた上で、なるほど、これはそういうふうに紙マスクを入れて使うマスクなんだねっていうふうに分かってくださった方に広まっていきたい、いってほしいなっていうのが、私の気持ちなんですよ。ただただ数が出ればいいわ、バラ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 じゃなくって、皆様のここに紙マスクを入れて使うっていう考えっていうのは、これ案外ね、中国の人もしてますわ。中国の人のハンドメイドのマスク、なんか中国からのフォロワーさんができて、ちょっと覗きに行ったら、なんかね、それはまた全然デザインが斬新だったけど、必ず紙マスクをつけるようにできているマスクなの、布マスク。必ず。香港はもう本当、私が見る中では全部がポケット付き。もう当たり前にポケット付き。下から入れるポケットか、横から入れるポケットが多いかなっていう感じですけど、そう。なんですが、そう。これをね、日本では
どうかなって思った時に馴染みがちょっとまだというかあんまないかなって思ったんで、私本当に口うるさいくらいこう中に物を入れて使うマスクっていうふうな押しておるんですが、皆さんもね本当にフェルトっていう名前を使わなくてもいいですし、アレンジしていただいても構いませんし、私よりは高いお値段で売ってもいいですし、低いお値段で売ってもいいですし、無料で配っていただいても、ご自由にしていただいても OK、 無料、型紙は無料で差し上げますし、こういった説明文もプリントアウトするだけでできるように、注意書きも読んでいただける、こういう分かりやすい説明文も無料でダウンロードに入ってます。そういう状態にしてるので、一つだけのお願いは、中に物を入れて使う、それで感染予防の効果を高めたいなっていうマスクであることだけは絶対に伝えてほしいんです。そこだけっていう、このくどいババアがまた説教臭いことを夜中に言いたいよ、ごめんなさいね。でもちょっと心配になったな。なんかこのマスクをただつけるだけで、ああ、なんか何、めちゃめちゃ魔法のマスクって言ってね、これだけでつけると違うよって、そう思ったから、もう一回とか何度でも私は言います。中に物を入れて使うっていうことだけは必ず伝えたい。ちょっとそれを伝えていただきたいって思ってます。お願いしますね。何？今日マツコさん、フェルトさんの黄色い幸せのマスクを分けていただきたいです。はははは、これか、高いよとか言って。ナミさん、そうそう、今更だけど、フェルトってどうして生まれた名前なんですか？これね、私よく聞かれるんですけど、この話したら今日終わるよって。 この話で終わろうかな、今日は。今日何時からした？とかって1分で終わったりして、この話。 ペルトって、これか、ペルトっていう名前ね。そう、変わってるかな、何語ですかとかってよく聞かれたんですけど、何語でもないですかね、私全然そんな知らないですよ。っていうのは、私ね、だんだんあれじゃ、小、いつだったかな、小学校何年生の時かな、3年生かな、10歳ぐらいかな、もっとちっちゃかった、7歳、8歳ぐらいの時かな、うち実家っていうか、の時に、ある日突然ね、犬が来たの。子犬。私ね、犬が飼いたい、犬が飼いたいってずっと親に言ってたんですけど、全然うんって言ってくれなくて、でも犬が飼いたい、犬が飼いたいって思ってたのが、犬が来たの。って学校から帰ったら、親戚のおじちゃんが、こんななんかビールケースみたいな、コンテナみたいな、プラスチックのオレンジ色あれ持ってきて、おい犬飼えみたいな。 犬飼えって言って、子犬が1匹入ってて、そう、ある日突然来たんです。で、なんか親戚のおじちゃんが言うには、なんか河原で子犬が生まれてて2匹で、それをもらい手がいないけど、なんか2匹子犬がお母さんとはぐれてにゃワンワンなってたから連れて帰ったんだけど、自分のところで2匹飼うのは無理だから、1匹は飼うから、1匹は親戚のお前んとこで飼えみたいな、半分強制的にアポなしでいきなり持ってきたっていう謎の 犬飼いシステム。 まあ田舎あるあるですわ。 っていうことがあったんです、いきなり。で、私は学校から帰ったらいきなりこんなプラスチックのオレンジ色の中に犬がいて、おっちゃんがうちのばあちゃんと喋って犬飼えっていう話になってて、何このシステムみたいな、
犬飼っていいんですか？みたいな。で、なんかばあちゃんも断れないし、親戚のおっちゃんだからっていう感じで飼うことになったんです。急に急に。で、なんかね、その2匹の犬は兄弟で、もちろん兄弟だったんだけど、1匹はね、なんか白と黒の牛柄みたいな犬で、まあ、見た目もちょっと可愛かったんですけど、後で見に行ったの、そのもう1人の犬もね、そのおじちゃん家に。でもうちに来たのは真っ黒で、雑種だよ、もちろん。もちろん雑種。真っ黒で、この手の先と足の先と尻尾の先のちょこっとだけが白の なんとも言えない真っ黒黒すけな、なんか靴下履いてる感じの、手の足と足の先と尻尾の先のちょこっとだけが白い、なんか見た目的には今の言葉で言うと映えではないんかなっていう感じの雑種のね、そんな犬が、ある日突然来たんです。嬉しくて、もう最初はね、兄弟でなんか散歩に行くのも紐の持ち合いよ。紐が持ちたいの。あの首輪のつながった紐が持ちたくて持ちたくての喧嘩するぐらい、そう、学校から帰るのも楽しみ。家帰ったら犬がいる、家帰ったら犬がいると思うと楽しくて。で、その犬の名前をそろそろ決めようってなった時に、まだちっちゃかったから、何がいいかな、ポチがいいかな、ラッキーがいいかな、なんて、その小学生レベルの、ね、どんな名前にするとかって言ってたのが、なかなか決まらなくて。で、ある日突然というか、ばあちゃんが朝、学校行くのにみんなご飯食べてるときに、こうやって、朝学校行くときに、ばあちゃんが起きてきて、パラってドア開いて、はっと思ったら、犬の名前が決まったよって言うから、何？って言ったら、テルトやわって言ったの。うちのばあちゃんが、テルト？みたいな。え、ラッキーとか、ポチとか、そこら辺で悩んでるのに、ペルト？何それ？みたいな。どっからそんなん出てきた？みたいな。でもなんかわかんない。すごいわかんない。朝ごはん食べ、学校行くと思って、食べたと、ペルトだぜって決めて、え？ってなって、もう反論もできず、なんかわかんないですけど、はい！ってなって、その黒い犬の名前はペルトになったんですよ。ばあちゃんすっげえ。で、なんかわかんないですけど、ペルトになりました、それで。みんなが、え？ってなったけどね。そう。で、ペルトって呼びながら、何年ぐらい来たのかな？ 14年？ 5 年ぐらい。ずーっとうちの家族として、そのペルトはね、生きてたの、暮らしてたの、一緒に家族として。でもね、なんかさ、最初はあんなになんか紐の取り合いして喧嘩するぐらい散歩に連れて行ってたのに、そう、なんかだん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 なんかあんまり相手もしてあげなくて、私たちが学校から帰っても、最初は私たちがもう走って帰るぐらい嬉しかったのに、その犬がいると思って、ペルトが待ってると思ったら、待ってないかもしれないんだけど、帰ったらペルトがいると思うと、学校帰る足がすごい速いの、も早く帰りたい、早く帰りたい、ペルトに会いたいっていう、帰ってたのが、だんだんなんか慣れてしまったのかな、なんか顔、なんか冷たくしちゃってたな。なんか帰ってきたらベルトは尻尾振って、わーって、おかえりーっていつものようにするのに、私たちは、はい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 みたいな感じでさ、飛びついたら服汚れるからみたいなのもあしたりとかして、最低。なんかね、なんか15年暮らしてたら、まあまあ、なんていうかな、もっと可愛がってあげればよかったなって思うシーンとかも未だにあるんですけどね。でも、それでも私たちの家族にとって大事なペルトだったの。で、私が大学で4年間、家から離れて、実家から。で、就職して、で、この親元を離れたんだけど、一瞬だけ私帰ってきたの、実家に。そう、一瞬だけ帰ってきた時に、もうペルトは15歳、4歳、もうおばあちゃん、すごいおばあちゃん。で、私が帰ってきた時に死んだの、ベルトが。なんていう、それを、
それお母さんが、あんたが帰ってくるまで待っとったんかもしれんみたいなことを言ったんですよ。そう、なんかわかんないですけどね。もう今で言うと、なんかペットロスなんてかっこいい言葉があって、ね、ちゃんと、なんていうの、ペットのお葬式したりとか、お墓があったりとか、ね、すごいですよね。なんですけど、その時はまだそんなかっこいい名前のことはなくて、でも私たちにとっては、すごい大事な犬やったんですよ。なんだけど、別に血統書がついてるわけでもなければ、ね、見た目がちょっと、映えではない、雑種ですわ。なんか犬飼ってるって言ったら、血統書何？とか、犬種何？とか、すぐ聞かれるんですけど、えって、ただの雑種の真っ黒い犬ですよ。手の先と足の先と尻尾の先だけのちょっとが白いだけのただの雑種。血統種なんてないよ。犬種なんて雑種だよ。だって河原で親にはぐれてキャンキャンなってたただの犬ですよ。それが15年かな、一緒にいて、私の目の前で、目の前、私が帰ってくるまで耐えてたので、私が帰ってきたら死んだ。それがね、辛かった、すごく辛かった、辛かったっていうか、その時にもっと可愛がってあげればよかったなとか、すっごい後悔したんです。すごく後悔して、だけどこんないいのがもう二度と現れないと思ったから、もうそれからは全然犬は飼ってないんですけど、うちはね、トヨタを超える犬はもう絶対いないんです。で、なんていうんかな、かっこいい犬でもなければ、映えなわけでも、見た目も大したことないし、血統書もない、ただ拾われて、しかも犬、その牛柄のかわいい、見た目のかわいい方はおっちゃんちで、うちにその残りの真っ黒い見栄えの悪い犬が来た、そのね、犬が生きてた証よ。そんな友達の犬が死んだって聞いて、お悔やみ持ってったりしないでしょ？それと一緒で、うちにとっては、うちの家族にとっては、とんでもない存在だったベルトが死んだことなんて、きっとこの世間の、この世の中、この世界で、誰も知らないし、誰も気にしない、気にも留めないと思う。それは、うちの家族にとっては大きな存在でもね。それがなんかずーっとあって、私、ペルトが生きた証を示してやりたいなーっていう思いがあって、なんて、ペルトがいた、あの黒いダッサい犬が私たちにとっては宝物だったんだっていう証みたいなことを、世間とか世界とか、この地球に刻んでやりたいわーって思って、それでペルトにしました。で、このペルトがどこまでいけるか、ペルトが生きた証をどこまで示せるか、どこまで、ペルトを知ってもらって、どこまでペルトを皆さんとか、この世界に深く深く刻めるか、それをしたいなって思って、ペルトにしましたよ。っていう、ただの犬の話です。ごめんなさい、泣いてしまった。でもね、皆さんありがたいことに、ハッシュタグでペルトって、このマスクの件で、ハッシュタグペルトで PLT をで、マスクとかに紐付けてくださる方が結構いらっしゃるんですけど、ハッシュタグペルト誰か、タップしてめっちゃ笑えるよ。めっちゃ笑いますわ。私もペルトってどこの言葉か、ばあちゃんが勝手に決めたから、
まだ勝手に決めたから、どこの言葉でフェルトにしたのかわからないかったんで、フェルト、PLTO って多分オンリーワンかななんて思ってフェルトにして、で、ハッシュタグフェルト、私はずっと商品をあげるたびにフェルトを刻もう、フェルトを刻もうって して、そういえばフェルトって他にあるのかなってしてみたら、なんかわかんないですけど、どこの言葉なのかわからないですけど、なんか大自然っていう意味なのかな、わからん、なんじゃ、まあ、してみて、あれタップしてみて、大自然のなんかすごい草原みたいな映えな写真がブワーってあって、時々私の商品がちょろ、大自然、私の商品がちょろ、みたいな、私、フェルトと戦ってるんです。ああ、なんかもうクソ大自然に負けたくないわと思って、1日4回とか投稿を上げたら、大自然フェルト、大自然大自然フェルト、大自然大自然私みたいな、なんかさ、フェルト、そう。 あとね、フェイスブックのアカウントも、フェイスブックのアカウントもね、フェルトで撮りたかったの、フェルトで撮れると思ってたの、フェルトなんてなかなかないなと思って、大丈夫って思ったら、フェルト誰か使ってたの、くー、撮られてたーみたいな。で、なんかフェルトセブン、7月にフェルトできたので、セブン、フェルトセブン、フェイスブックのアカウントはフェルトセブンにしたんですけど、クソッと思って、フェルトってのは誰が撮ったんじゃと思って、私、フェイスブックのフェルトを見に行ってやったんだよ。見に行ってやったんだよとか言ってる、誰じゃフェルト撮ったのはと思ったらね、なんか、どこの国の人かわからない、おじさん、おじさん、お兄さん、お兄さん、おじさん、わ からんですけど、そんな人でしたわ。いやー、ウケるわ、ウケた、ウケた。そうそう、そんな話でした。あ、泣いてまた。なんで泣いたんや。いやいや、なんかコメントが全然。ああ、なんかごめんなさい。なんかみんなも泣いた、泣いたみたいな、泣いた祭り。あかんあかん。あかんあかん。そんなつもりなかったんですけど、なんかね、私はね、これをね、世界に、ベルトを刻みたいんです、世界に。犬が生きたことをね、私が生きてる間にね、世界にどこまで刻めるかだよ、黒い真っ黒のダッサい犬が。どこまで走り続けられるかですわ、っていう思いがありました。そう。キキカさん、私も4歳で亡くなってしまった愛犬の名前をいろいろなとこで使ってる。わかる。やっぱキキカさんもそうなんや。ねえ、なんかあるわ。あるね。キキカさんもあるんだね。そうそう。っていうか、もういい時間だよ。今日はこれで終わりかな。そうそうそう。あ、AR ハンドメイドさん、ごめんなさい、いらっしゃいませ。そうそう。ナミさん、写真でもあればイベントの時飾ってみたら、それがね、引っ越した時にだいぶなくしてしまって、今、なんか仏壇に1枚だけあるんです。仏壇にフェルトもさ、いるの。実家帰ったらフェルトただいまーって言って。 そう、なんかね、年いくと人間みたいに白髪が増えて、フェルトもね、顔の周りとかも白くちょっとなってきたの、ちょっと 人間みたい。可愛いんです、可愛かったんですよ、すごく。 最高の犬でしたわ、最高。それをね、世界に連れてくよって思って、そんな話でした。 このマスクのいいところ、涙もしっかり、吸水力。 いやー、いや、でも今回のことはね、皆さんのおかげで、たくさんのご縁をいただいたりとか、まあ、フェルトなんて言わないでいいですよって言っても、なんかフェルトさんのって言ってくださる方もいて、おかげでこんなです。あ、30秒来た。そう、なんかごめんなさい、たくさんメッセージいただいてますけど、今日はこれで、ライブ終わろうと思います。今日もお疲れ様でした。おやすみなさーい。おやすみー。ありがとう。